はい、皆さんこんにちは、ゲームズライブです。はい、皆さんこんにちは、ゲームズライブです。はい、ということで、はい、アップデートバージョン 9.3 になったんでね、はい、閉魂点とか、うん、公開されてないね、うん、ちょっとした変わったポイントとか、いつも通りぶった切ってね、いこうかなと思います。はい、はい、まず、出力の書庫、はい、使用回数が、ランクに応じて変わってますと。うん、で、僕が今、ランクが800台なんで、出力の書庫が何回いけるかというと、世界、うん、13回。でかい。だって前5回しかね、みんな行けなくなってたけど、僕はまあ2倍とちょっと行けるようになりましたと。で、100ごとに1増えんですよね。そう、だから100台で6、200台で7、308でどんどん行ってね。で、最大900の人で、900台の人で14回、俺が12、あ、12、700台、はいはいはい、これはもうね、2人で25回行きますからね。1日で1曲何かしらどんどんできてる。やばいね、このこれは本当もう運曲勢にしたら運曲ランク勢関係だよね。これまでやっぱそのランクに対する6連ってあんまりなかったけど、こういう形でね、増えるのは結構嬉しい。で、僕らとか結構動画撮ったりしてて、ショコとかね、で、じゃあショコどこ行きましょうか、ここ行きましょうかなって、5回しかなかったりとかで、その動画撮る前にやっちゃってたりして、うん、あ、すいません、ちょっとショコない、いけないさ、じゃあもうダメだねみたいな、すいません、本当にあったりしてたから。マジでありましたよね。そう使ってみたらそれ何回断念したか。そうこれだ、13はさすがにね余るよ、それでやったとしても。俺12やっちゃうの結構ある。1人で、あ、でもだけど、でも13回ありますからね。そう何回撮りますか。本当にちょっとね、いい得点ですね。これが多分一番大きかったんじゃないかな、今回。今回のアプリだと、そうだね、なんか実用性があるとか、なんかね、あれは面白いね。じゃあちょっとね、あとここで公開されてない変更点があるんで、それちょっとね、言ってみましょう。未公開変更点、はい、立ってないです。あ、マジか。まあ毎回ね、そういうちっちゃいね、変更点もあるので、公開されてないけど、はい。なんか久々の水色のガンクロス見たな。水色のガンクロス。ガンクロスこれ、分かった、一人で。今もあったよ。どこでしょう。どこですか。いや、分かった、一人で。なんかライブでもちょっと話したんですよね。そう、話した。あと気づいてる。そう。これ。ザジュッてなんですよ。かっこいいですね。爪痕みたいな感じ。爪痕、そう。これエフェクトが変わったんですよ。噛みついちゃう。じゃあもう一回ちょっと綺麗で、ね、確かめてみましょう。これ分かりやすいですね。うん、さあこれでっかいんですよ。これ切りつけんですよね。そう、まあ今までち、なかったっけ、小さかったのかな。小さかった、なんかちっちゃいのがそうだよね。これがなんかね、結構ね、これめっちゃ違和感ある。しかもなんか進行方向に出るんだね。そうですね、その進行方向っていうか切りつけたところ、ただその入ったラインですよ、ね。多分ね。雑誌をちゃんと見る。どういう入りでボスに当たってるかっていうのか。あ、なるほどね。ここが一つ。はい。で、もう一つ。お、何？それ知らないぞ。自分。知ってると思うんですけど。え？独特しいでしょ。何あれ？これ。超アンチワープが発動しているっていうマークが出るようになったんですよ。マジ？はい。今出てるのがどうなってた。しかもなんかキスキビアとワルクルディスとか、あとなんかいたかな、超アンチワープ、なんかもう一体がいた気がするけど、いないわ。ワルプル、はい、いや、ワルプルとキスキビアしかいないよね。確かに、もう一体かもしれない。こういうことで大変誰かいるから大丈夫なんですけど、まあそれがだからワープ出てないときは多分なんないんですよ、これ。はいはいはい。でワープが出てないって言って、こういうのが。それちょっともう一回見たいからしよう。クロフトシュ。ここが出るかな。キスキルになんか出てたよね、しかも。キスキルな当たったときに。当たったときにもやっともう一回見たい。ちょっと縦貫しますか。あ、お願いします。横でいきますか。ステージが黒いからちょっと見づらいな。あ、出てる。あ、もやもやしてます。してる。
モヤモヤが出るようになったんですよ。正直これ最初見た時ダサって思いました。なんか俺ね、まあ、なんかよくわかんない、これは違うかなってちょっと思いました俺。だってリラさ、あのなんか出してほしくないもん。マルプル好きな人もいるじゃないですか、リラとかで言うとね、うん、確かなんかあれとなんかさ、うん、攻撃力が上がってる感はないよね。なんか底力とかはさ、うん、もうすごいわかりやすくさ、めっちゃ分かりやすいですね、なってたけど、確かに違う。なんかすごいなんかだからね、最初気づいた時に、うん、何の役に立つか気づかないんですよ。確かに分かんない、超暗調アップ感、うんってなるね。そうそうそう、うんってなるよ、ほんとこれどうしたってなるよ。かないでしょ。俺なんかツイッターかなんか誰かリプくれて、あそうなんだって変わったらしいですよって言われて、どういうのかなって思って見たら、はい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 、まあ、これまでなかったからね、うん、なかったね。そのでしかもアンチョアープと単純にアンチョアープみたいな、うん、あれだったから上がってるとはいえみたいな、はいはい、まあ分かりやすくとりあえずしたんだろうね。ここちゃんと上がってますよっていう印象にして、かな、この今落ちてきたやつらの中ではそれが、うん、あと優勝アイコンとかも結構たまに変わってますけど、そうそう、そういうのもあるのかな。もし僕らがね気づいてないんで、あと、うん、発表されてないのでこれも変わってますよみたいなあればコメント欄で教えていただけると嬉しいよ。マジでなんか一時めっちゃ難かった、難かった難かった、一時期ってかまあ多分ほんと最初で難かった結局超できねえってなったんですか。あれザコが強いんだよね。そう、ザコが多いんですよ。そう、大黒天が超強い。ガンとかいるか、あ、ガン、やばってか、やばやば、やばかった、もやばい、殴るときにもやりだ、はい、うち燃やしますね。他にもなんか変わってないのか、確かに。あ、あとね、はい、まあ、これがいつのアップデートで変わったかわかんないんですけど、てかもしかしたらお知らせもあったかもしれないんですけど、綾波レイの光属性の綾波レイの進化前にこれまで隠しアビリティでレーザーストップついてたんですよ。それが表記がね出てました。え、レーザーストップって、あのそうハイフン、あハイフンじゃなくて、シンクロスラッシュ、レーザーストップへなってました。それがなんかね、なんか微妙な気持ちになりました ね、 ね、いやなんか、いやせっかく隠しアビリティだったのに、そうそうそう、なんか言った人がいたんでしょ。で確かその隠しアビリティでお楽しみくださいみたいな発表あったと思うんですよ、はい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 、そもそも隠してますよみたいな、うん、確かね。でそれも表記あるようになってから、なんか違うもやっとした。そうなると原作をさ一生懸命再現してる、そうそうそう、それだから見てみて、持ってる人はアイナミレイの瞬間は外属性の、はい、ここっていうかそっちの、あとあれ違ったんですか、結局エデンの、あさっあれね、ライブで、いや結局結論出なかった、あ変わった、変わってない、僕変わってないって思いましたけどあれマジで知りたかったんですよ。普通のスピードできんのか、なんだろう、受信だ、これ受信料もらえるのも毎回楽しみなんですよそう助かる、はい。で、まあ、今のがね、はい、発表されてない小さい、UI というかそういうのに、で次あれですね、まあ、今回僕らもうモン玉がね溜まっちゃってるんですけど、うん、このねモン玉が今本日分達成っていうのが出てるところに、ポイントがね、うん、見える化、されるようになったんで、うん、この画面でもう今どんぐらい溜まってんのかが分かる。これで、ね、地味に助かる、地味助かる、ですね、あどんぐらいやればいいんだろう、でいつも言ってたもん、ああみたいな、うん、あこんだけねみたいな、この上の本日の獲得ポイント見てたりしてたから、うんうん、ここもね結構大きいですね。でかいですね。そうこの下のなんか茶色い筒みたいな部分なかったっすもんね前、でここにゲージがどんどん溜まってくるんですよ下からぐらいかな、今回、ね、そんななんかないっすよね。あとはそのスタミナの通知が来るみたいなやつですね、はいはい、とか、うん、所持集で所持数で並べ替えしたときにラックでね、もう表示されるようになったとかなので、はいはい、まあ、またちょっとしたね、ちょっとした助かり、そう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 、はい、なってるんで、いや今回も結構いい、細かいけど、うん、いいアップデートだったんじゃないかな。これでもあとまた強くなって、これ12回いけるからね、相変わらずどんどん使いやすくなるよね、白さんの方に行ったけど、そう、あれ一つね、ちょっとね、やってほしいことで、はい、
あって、うん、獣神竜を素材ボックスに入れてほしい、うん、獣神竜素材、あ獣神竜を素材ボックスに、ね、ちょっと入れてほしいかなって思ってます。で、パータス X、パータス S、パータスってあるじゃないですか、うん、あそこの隣1個空いてるんで、パータスキングもそっちに置いていただけたらなと。確かに、ただでもそれ自動合成でマックスにするときにパータスキング勝手に選ばれちゃったりするっていうので難しいのかなと思ってるんですけど、ああ、うん、確かに。なんか素材系を片っ端からそっちに入れてもいいのかな。確かに重心力とか、それかもしかして重心曲とかあるとかあるじゃん。だからボックスに携わらないの欲しい、この竜たちに。ああ、はい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 、はい、で、あれも個数計算で、ラック計算じゃなく個数計算でちょっと計算できないかなっていうのは毎回思ってます。毎回ね、なんか1体手に入れるときとか混ぜとくのめんどくさかったりするんで。ああ、すむっちゃ上がる、うん、なんであれ素材としてそれで何体把握してるか分かんなくなって、そうラック順にして一番高いのしか見てなくてみたいな、あ、実は足んねえやってなったら、そうすげえ分かる、 1のやついたみたいなのあるから、あれ素材にしてもいいのかなって思っちゃ分かる。とあと一体ごとの使用回数モンスター一体ごとの使用回数、うん、まあ、これ結構大きいアプレになるだろうね、はい、まあ大きいアプレになっちゃうんですけど、そうね、言うだけ言ってるけど相当難しいな、まあ、あとはまあ毎度言ってるけどね、うん、一括受け取りが一括受け取り一括受け取り、これは一番出てるよ多分、僕らがめった切りしてから一番多分ね、うん、他の人は、いや俺は受け取るタイプだから、まあでも自分もね分かんない人だから、それそうなんだよね、そのあれなんだけど、まあでも一括受け取りはどうなんだろうね、最後一回ガチャ引こうかな、うん、ガチャ引くんですか、単発単発っこっち行ってみよう、じゃあこっちだって単発言いたい人いないんじゃない、むしろ単発はサマーの方上、単発ランスロックスあるかもしれないから、ああそっかそっか、最後メリットがあるの、メリットがある、こっちはもう確定演出来てほしいんですよね、単発だって、確かに、おまけむしろ実はおまけあったみたいなのあるかもしれない、いやおまけあったちょいなちょすぎるの確かについてこないからなんか。単発が毎日出たら調子いいだな、マジで。確定の時だけ来るとか、うん、とか遅いからなんか、ね。確定で。確定だめだけ、1個、1個ね。うん、1個で。あ、1個負けがつく。奥拳1個入るだけじゃん。いや、でもそっちでもね、うん、出るか、出るかもしんないから。熟練論破やな、マジで。まあ。はい。間違いない。というわけでね、まあ、今回ちょっと動画としては、はい、僕らにしては短くね、なりましたけど、ね、あ、ここ変わってたんだっつってね、友達に。ねえ、シゲットちょっと、こうドゥルーって自慢して、こうドゥルーって自慢して、はい、夏休み、自慢中で行きましょう。自慢中。うん。はい。お願いします。チャンネル登録お願いします。あ、Twitter もやってますし、ゲームでね、はい、SNS もやってます。で、あと、サブチャンネルの方、できましたんで、動画がね、そういうあの紹介の動画上がってますんで、はい、気になる人はぜひ登録してみたいと思います。お願いします。今回もゲームインザリピジェを3からお送りしました。ナイフでした。チューショご視聴ありがとうございました。